大阪の京橋という町に住んでおりまして、関西を拠点に東
東海地方、関東地方、いろんな場所でライブ活動をさせていただいております。東海には月に1回から2回ぐらいのペースで歌いに来させていただいておりまして、地道にコツコツご縁をつなげさせていただいております。皆さんにね、このステージで少しでも笑顔になっていただけたら幸せだなという思いを込めて、今日も全身全霊で歌わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。後ろに私の自己紹介を書いたチラシを譜面台の上に置かせていただいておりますので、今日来てくださって少しでも興味を持っていただいた方は、ぜひぜひチラシだけでも受け取っていただけたら嬉しいです。それでは、もう一曲ですね、もう一曲というか私のオリジナル楽曲歌いたいと思います。今日はね、雨予報だったんですよね、もうずっと電車の中で、雨雲ズームみたいなのをにらめっこしていて、ちょうど私の出番の7時頃に大雨が降るという予報だって、もうどうしようかと思っておりました。そしてね、近鉄の火の鳥で今日やってきたわけなんですけれども、やれやれと金山駅に到着した瞬間、土砂降り空が泣いて喜んでくれてると思いながらも、雨が上がってくれることを祈っておりましたら、なんと晴れてくれました。おそらくもうね、あと何日かすると梅雨明けだと思います。そんな今のこの時期にぴったりの曲をお届けさせていただきたいと思います。お聴きください。西村佳奈オリジナル楽曲、アジサイ。あなたの名を
ださっている間にも足を止めていただきすごく嬉しいです。西村かなと申します。関西から歌にやってまいりました。オリジナル楽曲アジサイという曲をお届けいたしました。昨日ね、愛知県に歌いに行けることが嬉しくて嬉しくて眠れなかったんです。あまり眠れない夜って皆さんは何をされますかね。私は YouTube をよく見るんですけれどもたまたま流れてきた大阪にあるユニバーサルスタジオジャパンというねテーマパークの、カウントダウンライブのね、映像を見ていたらですね、もう号泣してしまいまして、私はエンターテインメントというものが本当に心から好きだなと思っております。私のライブに来てくださる皆さんの心にね、非日常の空間を感じていただいて、少しでもね、楽しい時間を過ごしていただきたいなと、そのためにもエンターテインメントを極めていきたいなと、改めて思って、今日このステージに立たせていただいているんですが、次の一曲もね、みんなと一緒にドカーンと、花火のように盛り上がる曲を歌いたいと思います。ぜひ、皆さん暑い中でございますが、いい汗を一緒に書いていただけたら嬉しいです。一緒に手拍子、そして簡単な振り付けありますので、私を真似して振り付けしてください。ソウルを打ち抜け。Take it out.
Thank you.
ありがとうございました。西村さんでした。また会いましょう。